クリスマス、サンタクロース、子供の頃から当たり前にこうサンタクロースって意識に植え付けられたんですけれども、今に至るまでクリスマスになんかいい思いとか一回もしたことがなくて、全く未経験なので、なんかいいことがあればなと思いながら今に至るんですけれども、初尾さんはそういえば誕生日が23日。そうなんです、僕誕生日が12月23日で、いつもクリスマスと誕生日を一緒にされて、プレゼントは1個ねっていう、プレゼントは分けてほしいです。似てるね、境遇がね。